日頃この日産 R35 GT-R 皆様のご愛好のおかげで、発売以降4年経ちここまで成長することができました。まあ、この4年って時間を機に一つの区切りのイベントとし、それから将来の投資として、今年新しいことを一つやろうと思っております。それについてこれからご紹介したいと思います。発表発売以来4年間経ち、そうですね、07年発表の7分38秒ってタイムから現在はもう7分20秒切るような車にこうやって成長してきました。もちろんこの GT-R 今後5年以上この形で進化をしていくつもりですし、その中でますます性能って上げる予定でいます。性能向上と同時にすごく大事なことは、上げた性能に対して皆さんに常に信頼耐久性も保証していかなきゃいけない、この点です。そのために今回レースに参戦し、より加速度的な耐久試験をやって、今後の性能向上に備えていくと、こういう一つの開発のステップとしてニュル24時間レース、こういった参戦を決めました。やっぱりこの 35GTR っていうのはコーナリングも素晴らしいんですけど、やっぱパワーもすごいありますんで、やっぱ、まあ、一言で言うとやっぱ速いですね。市販車ベースの車でこんなに速くていいのかなっていうぐらい、パッと乗っていきなりレーシングカーみたいに走れるし、とにかくニュール走るのが楽しみですね。はい、レースに出てみて車をどんどんこう速く走らせて、その中からやっぱり生産者にフィードバックするものっていうのはたくさんあると思うんで、まあそういう意味ではレースに出るのも参加してみるのもいいんじゃないかなと思います。国内のサーキットと比べますとやっぱりニューが低い、それから距離が長い、いろんなコーナーがある、いろんな路面温度気温に対応していかないといけない、それからやっぱり上下の荷重があるということでですね、非常にハードルは高いサーキットだというふうには考えています。大丈夫？はい、悩ますよ。シビアな条件の土俵の中で GT-R をきちっと走らせるっていうことは、やはり市場で走らせた時の信頼性、耐久性、当然ですからそこで確認できるから、お客様に安心して乗っていただける車が提供できると。レースの場でちゃんとした車を作るということは、まあ、当然街の中出しても非常に乗り心地が良くて、走りも良くて、音も、楽しめるという車にできるというふうに思っております。何がいいのは、普通にはミスしたりするとか、ちょっとオーバードライブするとか、滑るときのは、4輪駆でセーフできる、ミスする確率が低くなる、速さだけじゃなくて安全性もすごく上がりますので、本当に、それが大事、ヌーブグリーンですごい大事なことです。こういうスポーツカーっていうのはこうすごい速いだけど乗りやすいっていうのが求められると思うんで、そういう部分を、まあ、24時間レースでいろいろ試せるんじゃないかなと。より速く、より車に負荷がかかる、こんな条件を作るために24時間レースに出る。24時間レースを完走することによって5年先の車の性能進化に対する耐久信頼性を確保しちゃうよ。こういうことをやるために一つは出ます。二つ目は、我々チーム自身が成長しなければいけない。僕がいつも言うように、車の進化っていうのはそれを開発し続ける人間の進化でもあります。人間が進化しなければ車は進化しない。そういう意味でチーム全体が24時間レースを通し極限の車の成功の開発に挑む。その結果、一人一人の人間に開発のテーマ、開発の鍛えることの道筋、こういったものができてくる。これを作るために参戦します。からもちろん3つ目、皆さんだってこの GT-R、 ニュルで育った GT-R がニュルのレース、こういった期待とやっぱり希望ってあると思います。この3つを叶えるために、07年からもうすでに考えてた構想ですが、 GT-R で24時間にレースに出る、しかも日産系のレース会社であるニスモが出るんではなく、 GT-R 開発チームが出て車と己とファンの期待を背負って活動する、こういったことをやってみたいと思ってます。この GT-R のスペックについて少しご紹介したいと思います。
基本的には先ほど言いましたように5年先の性能進化に対して信頼耐久性を取っておくってことですから、エンジンもミッションもサスペンションも全てノーマルです。ノーマルでなければいけないんです。あえてレース用に改造したっていうのは、もともと GTR がクラブトラックエディションというサーキット専用パッケージを持ってますから、それをベースに将来性能進化で予想されるメカニズムの変更、それから24時間レースのレギュレーションに対応するための改造、こういった改造を施してあります。車の具体的な説明しますと、まずフロントなんですが、このダウンホース、フロントダウンホースを増やすために、フロントのノーズ部分を少し、クリック改善しています。エンジンはノーマルです。それからこの後サスペンションもノーマルなんですが、タイヤのロードホイールの幅を 9.5J から 10J に変更して、サスペンションのタイヤの剛性を上げる、こんな細工をしております。あと中身は基本的にはクラブトラックエディションと一緒です。ただロールバーであったりガソリンタンクが24時間レース用の規定に合わせてあります。特にガソリンタンクは120リッターという容量に変えてあります。後ろについては、空力ということで、リアウィングを生産品から仕様を変えております。こういった空力パーツっていうのも将来の GTR の中にきっと生きていくことと思います。ブレーキについては新しく、大容量の単造型、単造で作ったキャリパー品を使っております。あと基本的なスペックはクラブトラックエディション、ほぼこれと同一な仕様となってます。もともとレース車の開発をやってた部署にでずっとやってたもんですから、逆にレースの難しさっていうのも知ってます。から開発の難しさも知ってる。ですからそれぞれ今難しいところはあるんですけど、私と一緒にやってくれるメカニックの人に伝えて、安全な実験、安全なレースというところをみんなで協力することができると思ってますので、ぜひ走り切って、GTR の耐久信頼性の良さ、凄さというのをきちっと出したいなというふうに思ってます。GTR の何に負けないような性能を出したいなというふうに考えています。期待してください。今日初めて一緒にテストして仕事をして、本当に素晴らしいですね。他の監督と違うんで、ドライバーのやり方とか走り方とか全部分かってる。データちゃんと取ってくれるし、でその乗る前にとか乗る後のアドバイスは本当に素晴らしいです。そういう指導があるから、ドライバーも安心して、あ、こういうふうにやったら正しいという。まずは親子その2代で、その親父とその僕と、水野さんの元でレースできるってことで、まず本当に幸せなことだとすごく感じていますし、開発もその兼ね備えたっていう上でのこの24時間参戦がとにかく、光栄という以外になんかその言葉が見当たらないというか、まあ、あとはもちろんプレッシャーもあるんですけど、まあ、でもそのプレッシャーを本当力に変えて、なんとかその日産に貢献できるように、自分も頑張っていきたいなと思ってますけど、はい。よく GTR の性能目標の限界なんですかって聞かれます。ありません。なぜならば僕が今年どんな GTR 作ってもそれを買ったお客様はきっと1年後にこう思うんです。もっとパワーが欲しい、もっとコーナリングが欲しい、もっといいブレーキが欲しい、もっと乗ってて楽しい車が欲しい。ですから我々の目標の到達ポイントは何かって言われたら、車自身の性能じゃなくてお客様の GTR に対する要求であったり思いであったり期待、これが僕らの開発目標なんです。我々は出る以上最大のベストは尽くすつもりです。5年後の GTR の期待を込めながら今回のレースを見ていただければと思います。いや本当に楽しみ、待ってられない。早くレースに参加したい。もっともっと早く走らせて、何が見えてくるかなっていうのが、ちょっと楽しみですね。